にある人が、自分は古代ユダヤの、古代ユダヤの子孫だと思ったというか、確信したというか、その日本人が、幸福で僕とこ生きて、どう言いました先生、私たちがやがて変えるのは、アシールなんですね。って言ったんですよ。もうそこまでよ、思いは。パレスチナじゃないんで、アシールですね。ここなんです。みんな向こうをやるここなんです。ちょっと、えー、えー、 そうですね。その新聞の下、ここを見ますと、すいません。左隅ですね。1ページの左隅。聖書アラビア起源説という日本語で書いてありますが、これが実は1985年に出たんです。今から約15年前に。そして、皆さんここに本がありますが、聖書アラビア起源説。もうないかもわかりませんが、日本語の本が。これそうで。で、ここの開いたら、ドイツやヨーロッパで、ミリオンセラー、 何百万ブレだ。だから、密かに、パレスナじゃない。聖書の舞台はアシールだって知ってるやつがおるわけや。で、ドイツの有名な雑誌、シュピーゲルっていう雑誌がある。シュピーゲルが取り上げたこれ。シュピーゲル社が出した、ドイツ語で。もちろん英語にも翻訳された。だから、ユダヤはこの本叩き潰し,した。それでも魅了セラーだよ。で、これは何を言ってるのかというと、なんでこっちかというと、これは面白い。 皆さんね。例えば、あ、い、う、え、おとて言うじゃない。これ母音って言うんです。母音だね。ほんで、例えば、k, s, 赤、さ、た、な、は。これどういうのよ。これは、ks, t, n, h。これ死音だ。ね。ね。 このシーンと母音がここに入るから、例えば母音がここに入るから、カーになり、キーになり、クーになり、ケーになり、こう。S が下に母音が入ると、サー、シー、ス、セ、ソーとなるわけ。当たり前のことです。しかし、面白いことに、二つの問題。古代ヘブライ語、つまり旧約聖書は、母音がないんですシーンだけなんです。第二、古代ヘブライ語は、 ソニーのテープレコーダーがない。その時代。だから、話し言葉やったんです。だから、話されなくなったら、発音できない。シーンだけだから。テープレコーダーがない。ほんで、喋らなくなったら、誰も読めない。意味わかるでしょこれが旧約聖書なんです。 今、イスラエルでユダヤ人と称する人、つまり足切れじゃない人たちはヘブライ語喋ってるんじゃないか。あれは近代ヘブライ語、ベンエフダーという人が多分こうだったんじゃないだろうかって作った作った言葉んですだから、旧約聖書からは声出してこの話読んでますが、正確に誰もわからない。だから、これがどういう問題かというと、死因だけだから。この地域がイスラエルの地であって、ここが何とか何とかって言って言ったんですが、聖書自身の発音がわからないから、 彼らは、ここや思い込んでしもたんですわだけど、ここなんですどうしてやん次のページ見てください。2ページ。2ページの上。2ページの上のところです。2ページの上の石。羊の群れの矢倉シオンの娘の病。以前は、主権はあなたに、以前の主権はあなたに帰ってくる。 すなわち、エルサレムの娘の国はあなたに帰ってくる。エルサレム娘って書いてある。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を呼ばわれ、みよあなたの王はあなたのところに来る。彼は、になるものであって少量へ、庭であってロバに乗る。すなわち、ロバの子である転ばに乗るとか。と皆さん、日本人ですからどうでもいいわと思うかわかりませんが、このミカとかゼカリアというのは、旧約聖書の言葉なんです。旧約聖書の言葉を引用した。そこに、娘って書いてあるでしょ シオンの娘とかエルサレムの娘って書いてある。なんで娘って書いてあるかというと、このアシールはお母さんやった。で、線引っ張ってあるけど、対象の道が、つまり、羊序、秩じゃない、ラクダを連れて移動する、商売とか政治の情勢で変わったんです、この線が。ほんで、ある時、今のパレシナ、今のイスラエルのところに、商売の重点が移って、ここにおったユダヤ人だよもうこう言ってたんですよ。 本体はここや。だけど、ある人たちは向こうに行ってたんです。で、向こうの地、今のパレシナの地を、娘って言ってたんです。お母さんに対して。だから、旧約聖書に、シオンの娘。だから、これ今のパレシナなんです。エルサレムの娘。だから、今のパレシナなんです。そう呼んでたんですよ。もう一つは、ここにおったユダヤ人が、この世でバビロンに連れてかれる。紀元前586年。ほんで、後に帰ってきたら、彼らがいなかったもんだから、完全に後輩してた。 がっかりして、ここに進めなくて、娘の方行っちゃったんですが。そうするとどうなる例えば、ニューヨーク。あでしょアメリカ、ニューヨーク。ニューヨークってニューなんです。新しい。つまり、ヨークってどこにあるのイギリスにありません。だから、イギリスのヨークを忍んで、アメリカ渡った人が、ニューヨークって言ってるわけですニュージャージー。ニューカッスル。 皆、みんなそういう意味なんですわ。だから、お母さんの方がヨークで、ニューヨークは娘なんですわ。そ,れはそうでしょで、そのうちに、これはもう帰らなくなったから、旧約聖書の名前例えば、エルサレムだとか、ベイルシェバだとか、同じやつもこ作ったんですわ。それを考古学者たちが掘ってたやんや。この50年間。だから、どこ探してもないんですわ。紀元前の発掘のものは。 違うところを放ってたわけ。最大のジョークだよ、これ。えらい。だからみんな、ええーっと思ってるんですよ。だけど、宇野正美講演会は、数年前に、このアラビア聖書禁元説から、今のパレスチナじゃなくて、アシールだよと、そういうことなんです。だから、ある人は、先生、私たちが帰るのはアシールなんですねって、僕びっくりしました、それ聞いたとき。<laughs> あんた気持ちがそこまでいってんのかよ、と。 <laughs> そういうことです。さらに2ページのこの上に行きますと、2ページの2。その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り戻す。地が荒れ果てている間中、地は、あなた方がその、そこの住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかったからだと書いてます。どういうことかというと、昔は、旧約聖書の神の来ては、6年間、 大地を耕したら、一年は休ませなさいと書いてあるんです。何のためや知力を蓄えるため。わかるわね。これをしないでずっと、歯秦を耕すとどうなるんですかもうわかるように、知力がなくなる。落ちてくるわね。だから、人間は二つのも家なんです。こんにち。何や化学肥料です。もう疲れてるから、お前頑張りやって化学肥料言ったで。化学肥料育った植物ってもうフラフラや。 ひゅとなる。だから虫にやられる。だから農薬ぶち込んだんだよ、これ。これが今の公害の問題なんですよだから本当は、旧約聖書の通り、6年間やって、1年休んだらねどうしてやらなかった貪欲ですよ。儲けや。欲なんですわ。その失敗返しなんです。今の化学肥料だとか、農薬っていうのは。いいことですよ。だからそこで、ユダヤ人たちも昔、 安息を与えなかった、その土地に。だから、2位に書いてある。その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の土地を取り戻すいてのは、お前たちが全世界に散る。ある古代大の人たちは、日本に行ってる間に、約束の地は安息の土地を取り戻すって言ってる。それが、アシエルです。文字通り安息なんです。サウジアラビア入れないですから。さらに、2位の左の方、42位。 私は、ヤコブとの私の契約を思い起こそう。また、イサクとの私の契約を、また、アブラハムとの私の契約を思い起こそう。そうして、私は、その血をも思い起こそう。どういうことかと言ったら、さっき言ったでしょアブラハム、イサク、これ子供や。ヤコブ、これだね。で、こう来てるわけですわ。お父さん、子供、孫。しかし、未来から向こうを見ると、過去から見たらアブラハム、イサク、ヤコブやけども、未来で、 古代ユダヤ人が足入ルの地に帰ってくると、こういう見方をするんです。すると、一番近いのはヤコブです。その時がイサク、その時がアブラハムになるんですよ。ちゃんとこれ3500年前の言葉だけど、そうなってるここ、42。私はヤコブ、一番手前。私の契約って書いてある。思い起こそう。またイサクとの私の契約を、またアブラハムとの私の契約を思い起こそう。そして私はその血をも思い起こす。43。 その地は彼らが去って荒れ果てている間、暗息の土地を取り戻すために、彼らによって捨てられなければならず。彼らは自分たちの都がの償いをしなければならない。実に彼らが私の定めを知り解け、彼らが私の掟を意味嫌ったからである。それにもかかわらず、彼らが敵の国にいる時に、前線が散っている時に、私は、神は彼らを知り解けず、意味嫌って彼らを立ち滅ぼさず、つまり、古代、ユダヤ人を知り解けない。 意味嫌って彼らを立ち滅ぼすことはない。彼らとの私の契約を破ることはない。私は彼らの神、主である。私は彼らのために彼らの先祖たちの契約を思い起こすうとで書いてあるわけです。これが本当の偉大になんですわ。つまりどういうことかと言ったら、世の中がどうあろうと、自分がどう変わろうと、神の契約は生きてるという思想ですわ。わかるでしょだからロスチャイルなんですわ。時代が変わろうとは神の契約、これを持ってるわけです。 だから世界に散っても何されようと本当のユダヤ人は生き残ってきたんです。日本の古代ユダヤの人は旧約聖書知らない。だけど血が守られてる。